100メートル以上にもなるカリフォルニアのセコイアは地球上に存在する約6万種類のどの木よりも高くなります。霧深いシエラネバダの山の中で育ち、そのがっちりとした幹は世界一高い木を支えています。しかしこんなに巨大な木にも限界があるようです。130メートル以上に成長したセコイアは記録になく、多くの研究者はこの高さを超えることはないだろうと言っています。たとえ何千年生きられるとしても。では木の成長を止めるものは一体何なのでしょうか。鍵になるのは樹液です。木が成長するためには光合成によって作られた糖と根から吸収した養分を末端まで運ばなくてはなりません。血液が人間の体を巡るように2種類の樹液が木全体を巡って木の細胞が生きていくために必要な全ての物質を運んでいます。一つは歯間液です。歯間液には葉の光合成によって作られた糖が含まれているので、蜂蜜のようにねっとりしていて支部組織を下りながら木に糖分を運びます。最後の方になると歯間液は水のようにサラサラになり木の根元にたまります。支部のすぐ隣にあるのがもう一つの組織、木部です。木部は根から吸収したカルシウムやカリウム、鉄などの栄養やイオンで満たされています。木の根元では片方の組織にこういった粒子が多く含まれているので、歯間の水分が木部に吸収されることによってバランスが保たれています。これは浸透圧差による流動をオスモティックムーブメントというもので、栄養価の高い木部液を作り、それが幹を登ることで木全体に養分が行き渡ります。しかし立ちはだかる壁があります。重力です。そこで木部はこのとても大変な仕事をやり遂げるために3つの力を使います。蒸散、毛細管現象、そして根圧です。葉は光合成の仕組みの一つとして気孔と呼ばれる穴を開閉します。開いている時に酸素と二酸化炭素を出し入れするのですが、この穴は蒸発する水の出口にもなります。この蒸発作用は蒸散と呼ばれ、木部に陰圧を起こして木部液を引き上げます。木部液を引き上げるのを助けているのは水の基本的な性質である毛細管現象です。細い管の中では水の分子同士が引き付け合う力と水とその周辺部の間に働く付着力によって重力を打ち負かすことができるのです。毛管運動は髪の毛よりも細い木部の繊維の中で最大になります。この2つの力が樹液を引き上げ、木の根元の浸透圧運動が根圧を発生させ、新鮮な木部液を幹へと押し上げます。すべての力が合わさって樹液を目もくらむような高さへと押し上げ、栄養を運んだり光合成をする新しい葉を伸ばしたりすることができます。根のはるか上にです。しかしこのように精巧なシステムがあっても1センチごとが重力との戦いです。木が高くなるにつれて成長に必要な水分の供給が減り始めます。ある高さになると光合成の最中に蒸発してしまう水分を補うことができなくなります。そしてさらなる成長に不可欠な光合成ができなくなると、木は代わりに今ある枝へと必要な物質を送り始めます。このモデルは水分通道制限説と呼ばれ、なぜ完璧な環境下でも木はある高さ以上伸びなくなってしまうのかという疑問に対する現時点で一番有力な仮説です。研究者たちはこのモデルと成長速度や必要な栄養素、光合成などを考慮して特定の種の木の高さの限界を示すことができます。今のところこの限界まで伸びた木はなく、世界一高い木でさえもまだ15メートルほど届いていません。研究者たちは他に考えられる説を追求していますが、木が成長をやめてしまう理由は一つではないかもしれません。もっと詳しくわかるまでは、重力が地球上の生命の形状に制約を与えているもののうち、木の高さもその一つであるとみなされることでしょう。植物が生き残るために戦わなければならないのは重力だけではない。菌類、毛虫からゾウまで、植物は常に攻撃を受けています。でも植物は身を守るために素晴らしい方法を見つけてきました。この動画で防御メカニズムについて学びましょう。